闇の中の声。一。西尾仁左衛門は生涯のうちに、その男と夜旅であった。一度目の出会いは、天正十三年夏のことであった。当時十七歳だった仁左衛門は、鳥居元忠の部隊に属していて、徳川家康が新州上田攻略に差し向けた政党軍の一員として参加した。 ウイジンである。上田の城に籠もる真田正幸は、信之幸村の西と共に、約二千余の軍勢を処方に配置し、徳川軍の来航に備えて、意気健康たる者があった。真田も力いっぱいに暴れ回るじゃろう。それだけに働きの塩もあろうというものじゃ。父に代わって、存分に戦って来い。 主家の鳥居が漁していた甲州軍内の地を出発するとき、二左衛門の父は痩せ衰えた体から声を絞り出して息子を激励した。わしはな、若い頃から病弱なもので存分な働きもならず、何度も何度も孔明を立てる機会を見逃してしもうた。この戦乱の世なればこそ、おのが力一つで、いくらも身を立て、 出世の糸口もつかめようというのにな。父上、まあ見ておってくだされ。そうか、やってくれるか、西尾の亀をあげてくれるかよ。無論のこと、俺のこの槍先がどれほどの首を突き通すか、まあ楽しみにしておってくだされ。大見の槍の鞘を払って庭先へ飛び降り、これをゅうとしごいて見せてやると、 病夫の正しげは手を打って喜び、ぽろぽろと涙をこぼした。うん、お前ならやってのけられよう。初陣だとて、なるものの首をかき切って見せるだけの力は、確かにしっかりとお前にはある。あるのじゃものな。仁左衛門の背丈は六尺に近かった。出陣にあたってそれまでの前髪を落としてみると、 日に明けた筋骨たくましい体育も、大ぶりに太やかな目鼻たちも到底十七歳には見えない。力もすごい。前年の初夏のことだが、軍内近くの部落で、暴れ牛が百姓を五人も死傷させたことがある。その時、二左衛門が通りかかった。みんなどけ二左衛門は無造作に進み寄ると、こりゃあいきなり猛牛に飛びつき、 その前足二本を両手につかみ上げ、ねじるように振って回したかと思うと、これを地面へ叩きつけた。足の骨は折れ、牛は泡を吹いて動かなくなった。西尾のせがれめ、頼もしいやつじゃ。これを伝え聞いた主人の鳥居元忠も大いに過小し、わざわざ二左門を呼び寄せて褒美を与えたりした。今度の上田出陣に際しても、 サナダの小せがれどもは、我といくらも年が違うぬそうな。槍を合わせて、見事首をはねてみせよ。などと、越平の檻に肩を叩いて力づけてくれたものだ。二左衛門は感動し、誘約した。よし、やってこませてくれよ。四月の末になって、三河から住んできた大久保平岩など、 いずれも徳川家康騎下の諸部隊を迎えた鳥居部隊は、共に二田崎から南佐久の山間を縫って新州へ入り、下下と上田へ迫った。総勢一万余の編成であった。無論家康は駿府の居城にいて出陣はしない。敵の五倍の兵力をもってすれば、鷹が土豪の頭領に過ぎない真田正幸など、一気にもみつぶせようという自負があった。 歴戦の武将たちにしても、勝利への自信は満々たるものがある。ことに家康は前年の4月、長く手に豊臣秀吉と戦って勝利を収めている。これで天下を狙う自信もついたわけだが、それにしても家康は全力を尽くして勝ったのであり、秀吉の方は十分の余裕を残して負けたのである。言ってみれば、家康が真田軍と戦うようなもので、 大名の格によって合戦の格も違うというわけであった。だから家康としても、急速に兵力の増強を図らなくてはならない。そこで関東の北条うじなに援助を求めると、宇じなは、援軍も出しましょうがその代わり、真田目が所領する上州沼田の地を、それがしに渡されるよう真田に命じていただきたい。 と返事をよこした。よろしいと家康は受け合い、真田正幸に、沼田を渡してやれば、その代わりの所領を与えよう。沼田を法上に渡されたし、と命じた。正幸老人はせせら笑った。代わりの領地がどこであるかも示さず、いきなり沼田を明け渡せなどとはブレーキまる。よし、突っ張れてくれよ。 もともと信長や家康に滅ぼされた武田家に仕えていた佐野田家である。それに正行は豊臣秀吉と仲が良いのだ。秀吉もまた何かとこの新州の暴れ大名に目をかけてくれている。わしは駿府の狸はどうも好きになれんのだわ。口癖のように正之は言うのだ。こういうわけで、家来たちも声を揃え。 我ら一同命を投げ打ち、沼田を渡す町、と規制を挙げた。これが上田攻めの起因である。ギラギラと輝く夏の太陽が、軍旅の頭上にあった。武装に締め付けられ、汗にまみれた二小二左門の精悍な肉体は、巧妙への熱狂的な期待と興奮とで膨れ上がっていた。 上心一体に異貌高い、真田正幸のこの伸行と幸村は、十四五歳の頃から戦場を駆け回り、その有名を歌われているらしい。その奴のどちらかの首は、いや、あわよくば両方の首を、俺が跳ね飛ばしてくれる。二。徳川軍は、 真田の前線騎士である諸法の取り出を攻めると同時に、本体は千曲川の右岸に出て、まっしぐらに上田へ肉薄した。8月2日の未明から戦の火蓋が切られた。真田勢は、まず正行の長男信行が300ほどの守兵を率いて、カンガーの辺りへ押し出してきた。千曲川を挟んだ丘陵地帯は、霧のような雨に積まれていた。 ひとしきり双方の銃声が白明の中にとどろき渡ると、あとは凄まじい教官が丘や森をうねって流れた。この日真田勢は、信行と雪村の兄弟が、代わる代わるに徳川軍へ突撃してきては退き、また反撃しては退くといったやり方で、これを悪くことなく反復し続けた。このため徳川軍は知らず知らず上田城下へ誘い込まれた。 昼頃には雨も晴れた。初秋とはいえ、まだかなり強い光が雲を割って山や野に落ちかかってきた。これまでの戦闘に、西尾二財門は数回にわたって真田兄弟を冒険することを得た。兄の信行が黒い鎧に、これも黒っぽい陣羽織を着込み、時々彼方の高地の一角に姿を見せ、退却の指揮をとっているのを見て、 わずか二十歳だというが、鮮やかなものじゃ。鳥居元忠も舌を巻いた。こちらへ突撃してきて暴れ回ったかと思ううちに、信行の主兵はたちまち身を転じ、一筋の本流となって引き上げていくのである。この引き上げを援護するのが弟の雪村であった。これは目の覚めるような黄色の陣羽織をつけ、 槍を振るって陣頭に馬をシックさせてくるのだ。あれが雪村か。二左衛門は追撃部隊の流れに加わり、両岸を剥き出し、歯を食いしばってひたすらに雪村を追い求めた。その戦いぶりが派手なだけに、自分より二つ年上だという雪村に、二左衛門は強烈な闘志を抱いた。二左衛門は夢中で戦った。 敵の反撃が行われるとき、彼は一歩も退かずに立ち向かった。増票のだが首を四つも取った。それは敵の最後の反撃があった午後二時ごろのことであった。すでに徳川軍は上田城下まで迫っていた。東から北への山岳を盾に取った丘陵の斜面にある城下町の処方で戦闘が繰り返されていた。 二左門は鳥居部隊の一部と共に、千曲川に沿って城下の西側へ回り、彼方の崖上にそびえる城の矢倉を、荘園の間に望みながら、賭けにかけていた。この時敵が現れた。崖と崖の狭間から突如雪村を先頭に、五十ほどの敵が突っ込んできたのである。河原の上の幅二軒ほどの道である。混戦となった。 二左門はヒーローのジンバオリを目指し、猛然と進んだ。天地が逆さまになったような、得体のひれの強音が耳になり続けていた。刀や槍のきらめきが断続的に二左門の目に飛び込んでくる。二左門は自分がどう戦い、どうやって目指す敵の前へ飛び出したのかよく覚えてはいない。はっと気がつくと、眼前の馬上にヒーローのジンバオリが揺れ動いていたのだ。 トイケのシン、西を二左衛門こう怒鳴って、ヤー雪村の馬の腹をめがけて突き出した二左衛門の槍は、馬上から繰り出した雪村の槍に巻き取られ、跳ね飛ばされた。くそーのめり込むように、二左衛門は両手を広げて馬の前足へ突進した。足を掴む、馬がいななく、両腕に、 馬の力が怒涛のように伝わってきたが、二左衛門は必死に耐え、リャリャーねじ切るように馬の足を引き回した。地響きを立てて馬が倒れた。黄色の陣羽織が地上へ投げ出された。締めた太刀を引き抜きかけたが、そこに落ちていた自分の槍をとっさに見つけ、それを掴んだ二左衛門は、 まだ起き上がりきらないヒーローの動揺を狙って、体ごと槍を突きかけていた。その瞬間であった。二左衛門の槍は、ぐいっと横合いから奪われ、宙にさらわれていたのである。ああ<ー>力をそがれ、二左衛門はもんどりを打った。二左衛門の槍に鍵鎖を投げて巻きつけ、これをさらい取ったのは、いつの間に現れたのか、背の低い、 痩せた体つきの百姓であった。そこは崖下の小さな草原で、樹林が城下の民家と草原を隔てていた。軍氷の死体と血の飛沫が、あたり一面の草や土にこびりついていた。仁左衛門はすぐに立ち、立ちを抜き放った。戦闘の響きは絶えなかったが、この草原の一角には、真田幸村と、 雪村をかばうように立ちふさがった土民姿の男と、西尾二左衛門の三人だけが睨み合っていた。いや、睨んでいたのは二左衛門だけだった。若々しい包丁を兜の下に見せている雪村は、すでに悠然と二軒ほど先に立ち、こちらを見て笑っている。おのれえ。雪村が槍も刀も持とうとしないのを見て、 二左衛門は逆上した。おのれ、雪村土民の男が叫んだ。よせよせ、逃げろ。その方が身のためだぞよ。男の兎のような僧帽が、放課無理した中からいたずらっぽく笑っている。若いのか老人なのか、見当もつかぬ小さな男であった。黙れ 二左門は雪村めがけて虎のように跳躍しようとした。土民の男の手がさっと動いた。二左門は左の股を焼けた鉄の棒で差し通されたかに思った。激痛は全身を貫き、彼は転倒した。おのれおのれ立てなかった。二左門は土に爪を立ててもがいた。殺すなよやご、や護べ。雪村の声を。 二左門は混濁する意識のうちに捉えた。若様、危ないところでございましたな。土民の男のかすれた声もした。死なすにはかわいそうだ。惜しいやつよ。大変な力持ちだぞ、こやつは。と、雪村の声。あとはもうわからなかった。気がつくと二左門は、元運野の,の部落に、他の重傷者と共に収容されていた。 こいつが、お主の左股に食い込んでおったのだぞ。サナダでは忍者が戦場に出ておったらしいな。組頭の塚原モンドが、二左衛門に示したものは、三個の十方手裏剣であった。これは忍法者が好んで使う武器である。あの土民風の男が、どうやらサナダ型の忍者らしいと二左衛門にもわかってきた。 うーん、くそうーん。あの男さえ飛び出さねば、俺は民んごと雪村の首を。傷の激痛と雪村を逃がした悔しさとで、二左衛門は五体が粉々になってしまうような気がした。その日の戦は徳川軍の大敗に終わった。徳川軍の主力を上田城の城門まで引き寄せておいてから、 真田方は石垣の上に仕掛けた大木に油を注ぎ火をつけて、これを一斉に切って落とし、同時に重火の乱撃を浴びせた。慌てて退こうと仕掛けるところへ、大将の正行自ら手勢を引いて城門を開き、鬼神のように打って出たという。その勢いに押され、徳川勢が城下町へ退くと、狭い街路の祖国からどっと炎が吹き出した。 潜んででいたた方が、このの時をを待って民家に火をかけたのである。徳川勢は混乱を極めた。それに常時、一度は当面の山麓へ退いたと見えた雪村が、またも荒手を従えて割って入り、矢玉鉄砲を浴びせつつ、思うままにかき回したので、ついに徳川軍はなだれのように城下から追い払われてしまった。そればかりではない。関川まで退却してくると、 土民風の一帯が前に駆け渡しておいた三つの橋を焼き払っているところだったのである。真田領内の土民たちには手を出さず、努めて穏便に計らってきていた徳川軍だけに、おのれ百姓の分際でけしからぬやつばら、大いに怒ったが、この連中は百姓などではなかった。彼らは川の中をひしめきあって渡る徳川軍に銃火を見舞っておいて、 風のように消えてしまったのだ。その中に、あのヤゴベイとか言った奴も混じっていたに違いない。摂氏役腕と言いたいところだが、二左衛門は重傷の苦痛にうめきを上げるばかりで、手も足も動かなかった。徳川家康は失敗を悟り、九月中旬にはあっさりと全軍に引き上げを命じた。この戦の始末は、 のちに豊臣秀吉の朝廷によって徳川と真田との和睦がなり、その印として真田の長男信行は家康の幼女本田忠勝の娘をめとることになった。勝ち戦ではなかったので西尾仁左衛門は別に恩賞にも預からなかった。仁左衛門は痛く失望するとと,ともに真田幸村を助けて、 自分に死ぬほどの屈辱と苦痛を与えたあの男に深い憎悪を抱いた。三。二十年たった。西尾二左衛門も三十七歳の男盛りになっていた。今の二左衛門はもう鳥居元忠の家来ではない。 徳川家康の次男で越前の国福井六十七万石を領する結城秀康の家人となっていた。父母もすでに没死した。福井の城下には屋敷もあり、妻も子もいる。ともかく、この二十年間は事変騒動戦役の連続であったと言ってよい。小田原の戦いに北条を滅ぼした豊臣秀吉は天下を得たが、まもなく朝鮮出兵に乗り出し、 これが失敗に終わると、幼い維持秀頼を残して病没した。その後の天下を争う徳川と石田の東西二勢力が関ヶ原に改戦し、徳川家康が大勝した。これより先、伏見城を守っていた鳥居元忠は、西軍の攻撃を受け戦死を遂げ、守備軍は全滅した。西尾二左衛門がこの中にいなかったのは、 その前に、元忠の命を受けて、藍津征伐に出かけていた徳川家康のもとへ死者に立った者のうちの一人だったからである。西軍立つと知って家康は直ちに軍をまとめて採上した。鳥居という主家を失った二左衛門は、関ヶ原の戦いに奮闘し、その勲功によって越前系抱えられることになり、一躍五百国の鉄砲頭として、 足軽三十人を預かる身分となった。あの男の十方手裏剣で筋肉を引き裂かれた足は軽いビッコになっていたが、馬も槍も達者なものである。あの男は上田攻めの檻に、真田幸村の乗り馬を掴み投げにしたそうじゃ。この評判の出た元は、二左門自らの自慢話によるものだが、 それをまともに受けてもおかしくないほどに、二左門は関ヶ原で働いたものだ。この働きには何人もの目撃者がいる。関ヶ原の時に、西軍へ組みした真田正幸と雪村の親子は、東軍へ加わった真田信幸が、父と弟の命だけはお見逃しくださるよ。と、必死に嘆願したのが入れられて、紀州高野山へ入るされ、 まもなく、荒野山六の九戸山へ湿去ということになった。真田親子は、関ヶ原へ向かう徳川秀忠の大軍を上田に食い止め、びくともしなかったという。俺は関ヶ原よりも、また上田攻めに加わりたかった。今度こそは雪村の首を跳ねてくれようと思っていたのに。二左門は無念そうに友人たちを捕まえては語ったものだ。 今や、九度山の防空で、家来もろくに置かず、内職の組紐を制したり、畑を耕したりして、細々と暮らしているらしい真田幸村なのだが、その軍略と武勇は天下に隠れもないものである。それだけになおさら、俺はな、十七歳の初陣の時にな、幸村の馬の足をへし折ってやったのだ。 なんせ乱戦のさなかゆえ、残念にも取り逃がしたのだが、雪村も命妙がな男よな。二左衛門の悔しさは、右のような武勇団となって表に現れるのであった。そしてまた、あのヤゴベイとか言った忍者への像も消えなかった。自慢の力も得意の槍も、あの猿のような高徳の微笑一つに、軽々とあしらわれてしまったではないか。 他人には決して漏らせぬ秘密の怒り、悔しさであった。命は助けてやれ。といった雪村の声と、それに従ったあの男の行為が、たまらない屈辱を二左門に感じさせるのだ。言ってみれば、あの時あのまま切り殺されても文句は言えないわけのものなのである。死なすには惜しい大力、などと、二人から哀れみをかけられ、 そのおかげで今日まで生きていられる。これは事実ではないか。思うまいとしてもここへ思い至る時、二左衛門は居ても立ってもいられなくなる。キャツネ、ね、今頃はどこに生きておるのか。死んでしまったかもしれない。何しろあれだけの働きをする男だ。それだけに危険も多かったはずである。こう考えてくると、 いくらか安堵の思いに胸が休まる時もあった。家来小物を従え、いかめしい八の字髭までつけて、馬上に堂々と福井の城下を行く日照二左衛門のたくましい風貌を、あの男が見たら何と言うだろう。俺はな、十七歳のウイジンの檻に。酒を飲むと二左衛門は同僚の侍や自分の家来を捕まえ、 例の武勇団を始めるのだったが、そんな時にふっとあの男が、どこかでじっと自分を見つめているような気がすることもある。シャツねえ。こういう場合、二左衛門の武勇団はなおも熱を帯び、くだくだしいものになっていくのであった。慶長九年のことである。二左衛門は紅葉を帯びて福井を発し、京都の越前屋敷へ出張した。 ヨウムが住むと、そのまましばらくは京都屋敷へ詰めることになった。徳川家康は前年の二月に征夷大将軍となって、着々と天下の覇権を支柱につかみつつある。家康にとって邪魔なものは、大阪の豊臣秀頼を中心に集まる豊臣の残存勢力のみとなった。だがこの頃の家康は、まだ野望を剥き出しにしてはいない。 かわいい孫娘の千姫を秀頼に嫁がせたりして、う秀吉への忠誠を表向きには誇示しているようだ。まず一応は長かった戦乱の世に中止の時間が訪れてきていたと言ってよい。京の町も日に日に繁栄と落ち着きと、その風俗に、美麗な町と山と水に展開し始めた。西尾二左門は京へ登るたびに、 柳町の有利へ出かけるのが楽しみであった。今度は、翌春に主人秀康が福井へ戻る時まで、京へとどまることを命じられたのだから、心も踊った。半年以上も京へおられるわい。京の町は、妻も子も忘れさせる。蒸し暑い京の夏も、油切った仁左衛門の体には応えないと見える。 彼は暇があると有利へ通った。柳町の有利は三年前に六条へ移され、今は三筋町と呼ばれている。室町西の都院のあたり、五条下る二丁四方の構えがそれだ。その日、仁左衛門は一人で越前屋敷を出た。まだ夕暮れには間もある時刻だったので、清水のあたりへ行き、漁を取るつもりであった。来てみると、 このあたりは東山の懐にあるので、帰って風が吹き抜けず、二左衛門は汗びっしょりとなり、少し早いが、出向いてみようか。鏡と呼ぶ遊女が彼の気に入りである。肌がぬめぬめと白く、たおやかな体つきなのだが、二左衛門のたくましい腕に締め付けられた女の体は、蛇のようにくねってやむことを知らない。 福井にいる妻の骨太い体とは、天と地の相違がある。今日も泣かしてみしょう。<laughs> 存分に泣かしてくれるわ。待って俺れよ。今すぐに行くぞ。蒸し風呂のような鳥辺野の,の墓地を抜け、寺の土塀に沿った小道を、二左衛門はだらしなく唇を緩ませて歩いていた。寺の土塀に背を持たせかけ、 足を投げ出し、赤じみた旅の僧が傘をかぶったまま眠りこけているのが見えた。その他に人影はなかった。日暮らしが泣きしきっていた。何気なく二左衛門は旅僧の前を通り抜けようとして、おお<う>思わず足を引いた。日に乾いた白い道に、一匹のマムシがとぐろを巻いていた。毒蛇は鎌首をもたげ、 チろチろと舌を見せていたが、そのうちにすぐそばに眠っている旅草に向かって動き始めた。坊主、危ないぞ。声をかけようとしたが、それよりもと思い、とっさに脇差しに手をかけたとき、待たれよ。旅草の声が、くしりと二左衛門を打った。何この蛇は、具層の友でござる。 なんとさあ、お通りくだされ。マムシは、旅ビの破れ衣の袖の中へ、スルスルと入り込んでしまった。嫌な坊主じゃ。傘も取らず、足も投げ出したままの旅ビソウに深い覚えつつも、何か気にもよくなくて。無礼な。下打ちを残し、旅ビの前を数歩行き過ぎたとき。<laughs> 傘のうちで旅うが笑った。二左も門はむっとして振り向いた。その時旅うが言った。まだびっこは治りませぬな。なんともす。力持ちのお武家の、もう二十年になりまするな。あ二左も門は二んを飛び下がり、大刀を抜き放ち、油断なく身構えた。 あの時の、真田の忍者だな。時折お噂は耳にしておりましたが、このようなところでお目にかかろうとは思いませなんだ。うーん、あの時はようも。くっ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 今日は逃がさぬぞ。あの時の自慢話は、あまりせぬ方がよろしおざるな。 したくともこのわしの前ではできますまい。黙れ雪村公とこのわしは、そなた様の命の恩人じゃでな。黙れ黙れ西尾二左衛門の大統は風を巻いて、まだ傘に隠れたままの旅草の頭上へ殺到した。旅草の体が、 ムササビのように地上から飛んで土塀の上にあった。大東の喫茶は土塀の壁を切り裂いていた。え,えい三尺も飛び上がって、斜めに切り払ったが手応えはなかった。旅草の姿は土塀内の小立ちへ逆さまに頭から吸い込まれて消えた。待て二左衛門もすぐに血を蹴って土塀へ飛びついた。土塀へ登って、 下から襲いかかるだろう十方手裏剣にも注意したが、旅草を飲んだ寺院の子たちは、しんと静まり返っているのみだ。何も見えなかった。夕闇が忍び寄ってきていた。そのよう、二左衛門は越前屋敷へも帰らず、三筋町の有利で浴びるように酒を飲み続けた。少しも酔わなかった。 鏡の白い体にも酔えなかった。明け方近くなって、どっと疲れが出た。眠りこけて目覚めたのは昼過ぎである。鏡が部屋へ入ってきた。と、殿様の、おひげが目を白黒させ、女が叫んだ。何お、おひげが、ないえ 指を当ててみると、いかめしい蜂の自身がさっぱりと切り取られていた。がくぜんとした。二左衛門は大刀を掴み、部屋の四方を睨み、身構えた。出ろ出てこい、野護へその行走を見て、鏡が悲鳴を上げた。ぎらりと二左衛門は抜刀した。出い、出ろ出ろ は部屋を転げ出て行った左衛門は刀を構えたまま油汗に濡れてうめえた狭い部屋の天井や壁の中からあの男の笑い声が聞こえてくるようであった西尾二左衛門自慢の武勇団が聞かれなくなった今日であの男に出会って以来 二左衛門の人柄も変わった。酒の量もひどく増え、悪い酒になった。屋敷で妻を相手に、酒好きをあげている時などはそこが知れないほど飲んだあげく、デロデロに酔い伏し、そのまま寝込んでしまうのかと思うと、急に立って大刀をつかみ、デロ、出てこいマムシめ、白い目をつり上げて抜刀し、 めったやたらに座敷の柱へ切りつけたりする。そうかと思うと、夜半ガバと床を蹴って枕元の刀を掴んで身構え、じーっと部屋の四方へ目を配り、見じろぎもしなくなることもある。最女も気味が悪くなってきた。こんなことが三年ほども続いたろうか。そのうちに少しずつ二左衛門も状態に服したようである。 その代わり二左衛門は、北国の冬の空のように陰薄な人間になってしまった。主人の結城秀康は、慶長十二年に病没し、秀康の子の忠直が十三歳で、福井六十七万石の当主となった。その頃まで関東一帯の経営に意を尽くして、着々と勢力の増大温存を図っていた徳川家康は、 自ら駿府の城へ隠居し、将軍位を即秀忠に譲った。こうして家康は、なんとか政治的に豊臣の勢力を我が三下に収め、戦争を引き起こさずに天下を徳川のものにしようと考えていたのだ。しかし少年の秀頼が次第に成長し、これを押し立てて、再び天下を豊臣のものにと願う大名もないではない。 天下に平和をもたらす者は、よういて他にはない。こういう自信のもとにことを行ってきた家康だけに、自分が死ぬまでに何とか型をつけてしまおうという密かな決意が、やがて現実のものとなったのである。この間の複雑な世相のあり方や、東西良性の動きなどについては、かなり知られていることでもあるし、くだくだと核にも及ぶまい。 慶長十九年十一月に、大阪城に籠もる豊臣勢を正当するため、家康は十九万余の大軍を編成して大阪を囲んだ。松平忠直が率いる一万の越前部隊に加わり、西尾二左衛門も福井を発した。時に二左衛門は四十七歳であった。出発にあたり二左衛門は祭祀に向かって、 この旅の戦には思うところあって決死の働きをするつもりじゃ。故に再び福井へは戻ると思うな。思々しく言い渡した。そして数年前から再び蓄えてあった蜂の地品を、十八歳になる娘に反り落とさせたのである。戸山に陰遁していた真田幸村は、徳川方の必要な誘いをしぞけ。 山を下って大阪へ入場したという。大御所も、雪村だけは何とかして味方にしておきたく思われ、再三再始、招きの使いを黒山へ走ったというが、兄の真田公とは違い、雪村は大御所が大嫌いらしい。ともあれ、何をしてかすか、これはちょいと怖いわい。 全軍の配置も終え、越前勢は、い、e、い松倉、酒木原などの書体と共に、八丁目口へ陣を取ったが、陣中でも、雪村の噂で持ちきりであった。西尾殿、今度はまた、雪村の馬をつかみ投げて見せてくだされ。などと、二左衛門に言うものもある。そんな時二左衛門は一言も答えず、灰色の微笑を持って答えた。 だが、その総合は、凄まじい闘志と決意に燃えていた。おい、やる気らしいぞよ。これは見物だ。今度こそ、雪村の首をという面構えを、俺ははっきりと見てとったわ。などと、やかましかった。戦が開始された。真田雪村は、城の三の丸、平の口に、真田丸という出汁を構え、 縦横無尽に活躍を始めた。久戸山にいた頃から、この時あるを待ち構えていた雪村である。数年も前から大阪周辺の地勢風俗にまで、密定を放って調査を行っていたほどだから、十五年ぶりの合戦に、心ゆくまで軍師としての腕を振るう有様は、敵ながら殺草たるものがあった。先人の彼方に、 二左門は雪村の姿を冒険することが二三度あった。黄色のジンバオリの色を合わせていたが、その武者ぶりは三十年前の雪村よりも、もっと憎らしい老熟さと弾力性を備えていた。今に見よ雪村しかし機会はなかなかやってこなかった。家康は慎重に戦機の熟するのを待ち、それまでは少しでも、 自分の消耗を防ごうとしていた。すでに七十を超え、円熟の極地に達した徳川家康である。力よりも死をもってこの最後の大戦を勝ち取ろうとしていた。十一月四日に、まだ二十歳になったばかりの決気にあふれた松平忠直は、シャニムに大阪城へ肉薄して、真田勢の反撃と重火を浴び、越前勢の死傷は多数に上った。 この時も家康は越前家の重臣本田成重を呼び、りに仕掛けて、無用な損失を自ら求めようとは何たることじゃ。これからは世の命なくして、何事もいたしてはならぬと、ただ直に伝えよう。と叱りつけた。この一方で、家康は大阪城の天守閣戦場時期などに砲撃を集中し、 大阪方の内部に恐怖を与えるとともに、かねての計画通り、講和条件を持ち出した。結局、この講和は成立した。真田幸村は、絶対に講和はいかぬ。講和をすれば、大御所の実中に陥るのみでござる。懸命に言い張ったという。けれども、秀頼淀気味の親子と、これを取り巻く重臣たちによって、 押し切られた。講和がなるとたちまちに家康は大阪城の堀を埋め始めた三の丸の堀のみを埋めるという講和条件をも無視してあっという間に幅40軒から60軒深さ4軒といわれる二の丸の堀を埋めにかかり石垣の櫓までも壊し始めたのである無論大阪方は講義を申し込んできたがのらりくらりと言い逃れ することをしてしまってから全軍をまとめ引き上げていった。さて、もう一度戦えるものなら戦ってみたらどうじゃ。とでも言いたげな家康の仕様である。翌玄那元年4月下旬、再び戦が始まった。大阪夏の陣である。一度は福井へ帰った越前勢はまたも出動である。 今度は一万三千四百の部隊編成で、松平忠直は河内口の三番手右備えとして、総大将家康秀忠の前面に配置された。家康も今度は冬の陣の時のようにのんびりした戦いぶりではない。堀を埋めて丸裸に引き向いてしまった大阪城なのである。徳川軍約十五万五千、豊臣軍約六万余。 5月6日に道明寺の戦闘。これで後藤元継、鈴田兼助など、大阪方の優勝が戦死。同日の八尾若江方面でも大阪軍は敗北。木村重成の戦死。かくて5月7日。夏の陣最後の日が来た。真田幸村は、堀と共に真田丸も取り潰されてしまったので、茶臼山に陣を敷き、 全軍の指揮に当たった。この日の早朝に、松平忠直は、自ら命を下して諸部隊を追い抜き、前線へ出動した。大御所の命なきに進んでは。重臣たちがいめてみたが聞き入れない。忠直は家康の孫に当たる。抜けがけしても功名を立てれば、おじい様への言い訳は立つという考えだ。よし。 今日こそは雪村を。今日を逃しては再び機会はあるまい。日照二左門の執念は、一途にこの日の戦にかけられていた。両軍の激突。方園と重火は響き渡り、土豪と教官は天王寺口を中心にした沼地や丘の祖国湖に広がっては流れ、流れては渦を巻いた。夏の日は昭園に薄れ、 群馬の群れが上げる土煙が霧のように立ち込めた。午後二時頃になって、越前軍は陸戦の果てに、真田勢と正面からぶつかり合い、ついに茶臼山の陣を占領した。雪村は、雪村は西尾二左門は血の始末で鎧も槍もベトベトに濡らし、毛のように戦場を駆け回っていた。 奇襲殿を裏切り朝野殿が寝返りましたぞこうした叫びが波のように徳川軍の間へ打ち寄せてきたのはこの時であった。これを聞いた徳川軍に混乱が起きた。越前軍も意外な知らせにわくら乱し力が鈍った。その感撃に魔物のような一体が戦場を塗って、 家康の本人に殺到してきた。サナダだヒーローの陣ン織は、その一帯の先頭にかけていた。混乱のうちに、しらりと馬上にシックする雪村を、二左衛門は実験そこそこの向こうに見た。おのれ非常ではなかったが、二左衛門は夢中でその後を追った。朝の野殿裏切り まだそんな声がしている。冷静に考えてみれば、浅野勢が家康を裏切るはずがないのだ。言うまでもなく雪村の格乱作戦で、敵を狼狽させ、その隙に家康の首を狙おうという大胆極まる突撃であった。あっと徳川軍の主力は、その奇神のような真田隊の突撃に突き崩された。二左衛門の槍が折れた。 敵の槍を奪ってまた戦った。どこをどう戦ったものか。西小二左衛門はそれからしばらくの後に天皇寺の西にある安井天神の境内へ足を踏み入れていた。荘園が薄く漂っている。境内の子たちも攻撃で無残な姿をさらしていた。造標の死体や馬の死骸が類々と横たわっている。小さな沼があった。 人影はなかった。沼のほとりの茂みに、しらりと赤い色が動いたのを見て、二左門は息を呑んだ。雪村槍を構え、そっと近寄ると、茂みにうずくまっていた武将が、ゆったりと身を横たえるのが見えた。黄色は黄色っぽく変色していたが、まさに三十年前に、雪村が着込んでいた陣羽織に違いない。 絵自然家の家来、西尾仁左衛門名乗りをかけて住み寄った。三十年前の我を覚えておるか槍をつけた。真田幸村は、すでに死んでいた。血にまみれてはいたが、穏やかな死に顔であった。仁左衛門はがっかりした。顔をよく覚えているわけではないが、 六文銭の門を打った陣馬織といい、噂に聞いた風貌といい、まさしく雪村である。くそ、人やりも合わせずに首を取るのは。ためらったが、しかしこれは大変な獲物である。見逃すわけにはいかなかった。首をかき切って立ち上がった時、後ろから声がかかった。西尾殿、死に首でござるな。 振り向くと、同じ越前家の鉄砲頭で、青木深右衛門という者がニヤニヤ笑っている。見られた。二左衛門は唇を噛みしめた。味方の牙の一体が鳥居の向こうの道を駆け抜けていった。茶臼山の本陣で、雪村の印が家康の前に備えられた時、 家康に雪村のおじにあたる真田信忠が呼ばれた。雪村に相違ございませぬ。と信忠は証言した。家康はうなずき、二左衛門に、雪村を撃った時の模様を聞かせよ。と言った。二左衛門はうなだれていた。青木信右衛門も後方にいて、こちらを見守っている。それでもなお、 二左衛門は多少の誇張を交え、一槍ほどは合わせましてございますが、と言いかけたが、家康はじろりと見て、雪村ともあろう者が、その方ごとき者を相手に槍を交えると思うか不機嫌を露骨にして、下がれと手を振った。日照二左衛門が木念として本人を出てくると、 まんくの外の草の上に、軍兵たちが群れ集まり、戦に疲れきった体を休めていた。その前を、二左も門がうつむいて歩いていくと、彼の持っていた槍のけら首を、そっと握ったものがある。見下ろすと、一人の軍兵が草の上に座ったまま、二左も門の槍を掴んでいるのだ。こら<れ>かりつけると、 軍票は人傘を上げて顔を見せた。おお。十年ぶりでござるな。二左衛門はぐらりとよろめいた。老縁のようなあの男の顔を、今こそ二左衛門ははっきりと見たのだ。しかも味方の軍票の中にである。衝撃は強烈であった。あの男、ヤゴベイの目は笑っていなかった。 男の白い目は殺意を込めて、二左衛門を恨めしそうに睨んでいた。男は槍から手を離し、立ち上がってすたすたと文凶の群れをかき分け、どこかへ消えていった。待て二左衛門は我に返った。狂乱のようになり、あたり一面を探し回ってみたが、ついに男の姿を見出すことはできなかった。 雪村の首を取った日照仁左衛門には格別の温賞もなかった。家族たちは仁左衛門の外線を喜んでくれたが仁左衛門の顔は暗かった。それからの仁左衛門の風貌にはいよいよ陰酸の影が濃くなった。一年後の初頭のある世のことであった。退水して仁左衛門は川屋へ入った。鏡込んだ時に 川屋の庭に面した小窓の向こうから声があった。まだ住んではおりませぬぞよ。しわがれた老縁の声だ。仁左衛門はぴょこんと飛び上がり、小窓を開けて外を見た。闇の中でまた声がした。まだ住んではおりませぬぞよ。川屋を飛び出し、大刀を掴んで庭にかけた。 出会え家来たちも駆けつけてきた。自邸の庭のみか、城下町の道道を、二左門は必死にあの男を探し求めた。ついに見つけることはできなかった。明け方近く、疲れ果てて新所へ入り、ヤグをめくってみて、二左門は総白となった。ヤグの上を、一匹のマムシが張っていた。 あの男との四度目の出会いは声だけを聞いたのみであった。半年も経たぬうちに、西尾二左衛門は狂い字にした。